はい、どうも、マメタンです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。RPG スクール MV サンプルゲーム、9作品目。トリを飾るのはこちら、ニナとカギモリの勇者。カギモリでいいのね、これ。多分カギモリでいいんだろうな。こちらを実況をプレイしていきたいと思います。ニューゲーム、ほい。古の時代よりこの世界は各種族の長の中から選ばれる世界皇帝によって統治され、大きな争いもなく共に支え合い繁栄してきた。ある時、教会の門と呼ばれる異世界の扉が開き、魔界の王を名乗る者からの侵略を受け、世界はカオスの渦に。だがしかし、世界皇帝と各種族から選ばれし者たちの活躍によって、魔王の軍勢は教会の門の向こうへと退却し、世界は救われたのである。そして再び教会の門が開かれることのないよう封印が施され、封印の鍵となる新規のパーツはそれぞれ各地に安置されることとなり、今も世界皇帝と森人の一族により守られている。はいはい。あ、はよはよ兄ちゃん、はよ次の停止。ずいぶんにぎやかね。アルド、そろそろ剣術の稽古に行く時間やないかしら。へえ、もうちょっとええがな。あらあら、立派な冒険者なら時間をきちんと守ると思うけど。お兄ちゃんがダメな冒険者になってもいいの。それはダメ。お兄ちゃんすーんごい冒険者になるやもんね。じゃあ時間通りにお稽古に行かなくちゃね。今日はマフィンあげたからグスタフ先生に持ってってあげて、お孫さんも喜んでくれるといいけど。マフィンを受け取ったで。あ、そうだ、てかエディと遊び約束してねやった。え、早くお兄ちゃん。グスタフ先生とエディのお家は確か早くないとダメな冒険者になっちゃうよ。とは言うものの、お、ここで読めんのか。私いろいろと嗅ぎ回りたい人だからね。セカンド、冒険者の心へ。メニュー開くのへ、エスケープキーまたは右クリック、セーブ、セーブはメニューから5面になるべく別枠で、ダッシュはシフトキー、ほいほい、決定キーまたはクリックを押しっぱにするとメッセージやイベントを早送り、マウスでクリックした場所に自動でいいよ、クリックしたイベントも調べられる、ほいほい、メニュー画面のページを送りはページアップとページダウン、ショップで彼の表示を変更するのはシフトキー。初歩の状態以上、毒ストーン、治療は不可能というか不要。麻痺、しびれて動けなくなる、ほいほい、しびれ、ほいほい、麻痺としびれはまた違うのね。たまに行動をキャンセルされる、戦闘が終了するまで回復はしない、冷凍、ほい、やけど、睡眠、ターンごとにダメージを受ける、沈黙、暗闇、混乱、戦闘不能、ですよね。なんかないかな。洋服ダンスだ。このダンスを勝手に飽きると叱られるか。フルもたくさんある。塩漬けにした保存食が入ってるらしい。隠されてはいないようだ。そうか、まだいいやろ。アイテムや、毛布、羊皮紙、薬瓶、小袋。おお、かなり細かく作ったやろな。ですよねー。ポション、
自動点、無数人、煙だ、まあ、ほとんど戦争が確実に逃走できる。おお。エスケープ。かかりにくくなる。高めてくれる。攻撃力。ポケットシェルター。ポケットシェルターってサンプル データにあったな。スクール2000の先週何か動いている気がしたのか。そういうのが嫌い。どいてくんねえかな。そこの宝箱と見てんだけど。酒場。あ、宿屋なんだ。はいはい。しびれは時々行動できなくなるだけです。わーい。スキルについて、魔法はまあ魔法技は主に武術系と、これは個人差大きいな、何とも言いませんね。沈黙という女帝寺をかけても技と特技は封印されません。はいはい。冒険者の仕事について、はい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 。壁に張り出されるのか。ゲームオーバーですね。ですよね。ほいほい。酒だるのようだ。む、これらの料理は普通か。お前らも全然。ギリギリのバランスを保ちつつ積まれている。危ない危ない危ない。おっと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 。掃除用具入れ。ダンスの中は空っぽだった。ごく一般的な鏡台兄弟。だっていろいろ街の中を回りたい人なんだね。こっちが武器防具屋みたいね。シャッターサワーだ。マジックワンだ。セスタス。レザーシールド、ウッドシールド、ウッドバングル。レザーキャップ。トンガリ帽子。クロスアーマー、ギルノーマン。と、まあ、普通やね。ほいほい。作業の邪魔はしちゃいけんな。いや、いろいろ細かく作ってあるな。お、にゃんこや。ボウフラはまだ湧いてない。さっきの猫はどこ行った。そういえば今何装備してんだろうか。ほうほう。クロスアーマーか。先生のうちはここ。とりあえず戦闘訓練を行っとこう。えらいリアルなカカシやな。それでは戦闘では待ったらかかる人たちが戦闘します。
ます。とっても困る猫、なおこのカカシを倒すことはできません。逃げ道を選んでください。ほいほい、ここで魔法で特技があります。ほいほい、説明は以上です。ならいいや。まあチュートリアルはね、もう済ませてあるからね。まあサンプルゲーム3つ出してるから。カカア殿下や。うちの女房にゃヒゲがある、茶色い何かが走り抜けた気がした。黒くないのか、ニワトリの餌。そこら辺調べたいんだがな。あー出らんねー。よし、ほいほい、さっき見たけどな、どこ行ったんだろうか。もうそろそろいいかな。お、お、立ち絵つきや。おー、あれだ、そうか、今日は稽古の日だったか。ん、ロブ、グーツとストボ、こちらは。うん、紹介しよう。我が輩の弟子アルドと、その妹君のティコンジョーじゃ。あ、こんにちは。うん、いいなだよ。よろしゅうに。ロブと申します。お見知りおきを。あ、ロブちゃんってかわいい。ねえ、その鎧みたいなのはお洋服？何者なの？ああ、ティコジョン、エデンに会いに来てくれたのではないか。ああ、セータセータ、エデン、テコが来たよ、おやつあるよ。アルドよ、急な話ですまないが、しばらく旅に出ることになってな、稽古をつけてやれなくなってしまうだ。留守の間、エデンのことを頼みたいのじゃが、母上殿はそうございたかな。では早速お伺いするとしよう。ああ、その間に村を見てまいたいな。買いたいもんもあるし。うん、そうであったか。あるのよ、すまねえが我が家の管理を二人案内してやってくれるか。いや、うん、頼むぞ。ではあるときはよろしくお願いします。よろしゅうに。おう、食器が少ない。マフィン。ほうほうほう。運を1上げる。ロブはゴーレム。へえ。とりあえずセーブして。ウッドスタッフ。モメンローブ。装備してねー。
ロケットパンチ修理。自分でメンテナンスできるのか。ありがとう。ここの民家入ったな。あ、入ってねえや。インゴ調味料計量器具なし。麦買ってる。蓋を開けるわけにはいかぬ。スパイに匂いがする。甘い匂いがする。洋服ダンス。お姫様の弟。あるところにパイナップルとブルーベリー。鳥の中の周り2つの国がありました。喧嘩で喧嘩分かんないほど昔から両者に戦争を繰り返していました。王子と王子が結婚し中止が打たれた。ほいほい。国交のおかげで両国は豊かになりました。ほうほう。ほいほい。異議を唱える者もいました。弟シャルル王子。不幸せな結婚を強いられた姉を救おうと心に誓う。ほいほい。身分を隠すためにヘソが必要なのにお目付け役をどうにかしなくてはいけません。自分のお目付け役を一緒に連れていくことに決めたりした。かわいそうなお目付け役の中身はスライタード。それでは女装してくぐった。ほいほいほい。シャルルの婚約者ですがお互いに顔を知りません。当然シャルルはリーナスの政略結婚にも納得はしていない。ともあれお祭り騒ぎなのはちょうどいいということで、いざ忍び込もうとしたその時、ほいほいほい。シャルルは仕方なく強烈な花の香りのする小屋の前をお目付客の復活を待つこととなりました。そこに怪しい一組の男女。彼らは誘拐を企む盗賊団だった。そんなことなら彼らはとんでもない勘違いし、ちょうど小屋から出てきたお目付客と女装中のシャルル王子を誘拐してしまいました。盗賊の人に優勢された一人でしたが、スタムダンスでうまく逃げ出すことができました。改めて救出に向かうシャルルでしたが、当の姉は新婚生活をこれでもかというほど満喫しており、逆にお叱りをいただきします。おまけに行方不明の王女を捜索するよう頼まれてしまい、頼みを断りきりですねながらも引き受けることに。一つの心当たりがありましたか。ほいほい。手違いでシャルルが去ってしまったあの盗賊たちです。早速アジタに行ってみるとドンピシャリと。ほいほい。救い出した王女の姿を見たシャルルの心臓は高鳴りました。一目惚れしてしまったのですと。王女の単純さにため息をつきつつも、透明の問題が解決したことに胸をなで下ろすのでしたと。はいはいはい。さて、戻ろうかという時はあったな。問題が降りかかりました。帰りたくないと言い出した。シャーソトの世界に興味津々。一晩だけと言いたくて城下町とお城に泊まることになりました。定番のお風呂イベントをクリアし、ベッドも共にしたのかな。はいはい。果たして彼の声を実るのか、神のみぞ知るのであった。おしまい。実るっしょ。おお。ホーネットの蜜ね。どいてくんねえのか。お。ほいほいほい。蜂蜜もとむ。ほいほい。ほいほい。ないかの。ほいほい。プラグインという神様の技らしいぞ。
依頼って何？はいはい。おまらそうやね。何をしてるんですか？ご自分の使命を忘れたんですか？でも困ってる人がおるやったら助けてあげたい。あ、いい心意気。やれやれ、言い出したら聞かないんですから。ちょっとお付き合い願えますか？はいはい。で、スライム大量発生と、ほいほい。はいはい。ルクツの森をついでに行けるかもしれんわね。お、アイテムや。ちょっと負けてえな。あ、星も打ってへんかったわ。もっと大きい町へ行かんと。それは残念でしたね。ではグスタフ様の支度が済み次第。これ使えば一瞬。いけません皆さん、それは国宝中の国宝、乱れに人前で使用するものでは。あー大丈夫、彼はグスタス様の弟子なんやし、盗んだりせえへんと思う。いや、そういう問題ではなくてですね。あ、これはあの転送装置という超古代文明の遺産で、遠くの場所で瞬間移動できるという。ああもうニナ様、まずこのボタンを押して次に行き先を決めて。なぜかな、行き先が一つも表示されへん。あ、ニラ様どうなさいました？あ、なんでもなんでもない、やっぱり買い物の後。うん、あとそれがええわ。ニラ様、もしや装置に何か？なんもない、なんもないよ。怪しい、ちょっと貸してください。ない、行き先が一つもない。データが綺麗さっぱり消えている。いやー、皆さんは、なんてことを。ごめん。なんか変なボタン押してもうた。これじゃ、どこか馬車で行くしか。グスタフ様に何とご報告すれば。下手をすれば何ヶ月もかかってしまいますよ。もうニナ様にこの装置を任せるわけにはいきません。これからはこのロブが責任を持って管理します。よろしいですね。とりあえずこの村の石だけでも登録しておきましょう。ピッポッパッポッパッと。こうなるとロギンが少々心配ですね。この村で受けられる依頼は全て受けてしっかりと稼ぎましょう。アルト殿、巻き込んで申し訳ありませんが、もうしばらくお付き合い願います。ポション3つで足りるかな。よし、これでいいや。ポション6つでも不安やねんけどな。60個ぐらい欲しいんやけどな。やっぱりこれはそうだったか。ああ、あれがルクツの森。てかロブ強えな。じゃあ行きましょうか。ああ、そうそう、あるの。転送装置のダンジョン脱出機能は使用できますので、村に戻る必要が生じた場合、以前をお申し付けください。ほうほう。なるほど。はい。ということで、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルジオス。次回へ続きます。